ニケホロス3世、ボタネアテス。1002年頃から1081年12月10日は、東ローマ帝国、ドゥーカス王朝の皇帝。時の皇帝ミカエル7世ドゥーカスの大、帝国は、セルジューク朝の信仰や行為をめぐる、内紛、財政破綻などから混乱を極め、各地の有力者による内乱も、頻繁に勃発していた。このような中、 アナトリコンテマの長官であったニケフォロスは昭和ジアで反乱を起こし、1078年に首都コンスタンティノーポリスで起きた反乱によって退位したミカエル7世の後を継いで皇帝として即位した。この時ニケフォロスはミカエル7世の皇后であったマリアと結婚している。ニケフォロス3世には男児がなくマリアとの間にも子供に恵まれなかったため、 ミカエル7世とマリアとの間に生まれていた息子、コンスタンティノスを後継者に指名した。しかし、それに不満を抱いた貴族の反乱やセルジューク朝の信仰などの対策に追われ、内政を顧みる余裕がなく、先代からの帝国の混乱は続いた。1081年、アレクシオスコムネノスが反乱を起こして首都へ進軍してくると、ニケフォロス3世は、 大意を余儀なくされ、修道院へ引退した。中国の聖師、宋氏巻百九十によると、北宋の元宝四年、筆臨国の王、滅力異例改めさんの死者が北宋を訪れて、蜜着物を献上した。これを、ニケフォロス三世ボタネアテス、内子先帝のミカエル七世の剣士とみなす説がある。ありがとうございます。